の女優、歌手。身長166センチメートル。ポップ歌手、ブリトニー・スピアーズの妹で、ニコロデオンのテレビドラマ、ゾーイ101のゾーイブルックス役を演じたことで、知られている。ミシシッピ州マコームで生まれ、ルイジアナ州ケントウッドで育つ。子供向けバラエティ番組、オールザットにレギュラー出演。この番組は、レギュラーメンバーのキッズが、歌やダンス。 トークを披露し、毎回豪華なゲストが登場するので人気があった。ジェイミーの姉ブリトニーもゲストとして出演した。子供向けチャンネルニコロデオンのティーン向けドラマ、ゾーイ101で主役を演じ、人気を得た。ゾーイ101を元にしたファッションブランドも出ており、そのカタログとファッションショーにも出演した。ニコロデオン主催のキッズチョイスアウォーズでは、アメリカのキッズの投票により、 最優秀女優賞を受賞した。しかし、16歳の時に、交際相手の子供を妊娠していることが明かされ、これがきっかけで2008年に主演作の、ゾーイ101が、打ち切りとなった。2012年にカントリーミュージシャンとしてデビューし、芸能活動を再開した。2013年11月にファーストシングル、ハウ w ッドアイオン a モアをリリース。また、 翌月に姉ブリトニーが発表したアルバムブリトニージーンの収録曲チリンウィズユーで姉妹共演が実現している。翌2014年には EP ザ・ジャーニーをリリースした。彼女自身はトリプライメージという3姉妹が組むグループとのレコーディングを経験済み。番組は2005年1月9日から2008年5月2日に かけて4シーズン65話が放送された。戦術した妊娠の発覚が原因で第4シーズンをもって制作を打ち切った。スピアーズは主人公のゾーイ・ブルックスを演じた。共演者にはアレクサ・ニコラスやクリストファー・マッセイ、後にビクトリアスで主演を務めるビクトリア・ジャスティスなどがいた。2007年12月雑誌のインタビューにて、 妊娠3ヶ月であることを打ち明け、翌年6月19日に、ジョジ・マディブリアンを出産した。父親は、ケイシー・アルリッジ。ABC ・タイムワープ、ジェイミー・リン・スピアーズ。2009年2月5日閲覧。クリフ・サラ・ザ・ザ・ミズ・スピアーズ。ニュースウィーク2007年12月18日閲覧。ジェイミー・リン・エショー・アクスト。news24.com。 2008年1月4日閲覧。ジェイミー・リン・スピアーズ・バイオグラフィー。ピープル。2014年3月26日閲覧。A.B. ブリトニー・スピアーズの妹がカントリー歌手デビュー。tvgrov.com。2012年12月15日閲覧。A.B. ブリトニー・スピアーズ、妹ジェイミー・リンの歌手活動を応援。 スピアーズシスターズの絆 TVGROOV.com2014 年3月11日閲覧タイムワープ2008年セレブママベビーを徹底調査2009年2月5日閲覧ありがとうございます